小原古村2月9日から1945年1月4日は、明治時代から昭和時代にかけての日本画家、木版画の返し。小村、豊か村の号も持つ。古村研究の最重要資料とされる、浮世絵師伝での小村孔を引用する。なお、旧字体は、常用漢字に直した。振り仮名は略した。小村、生。 明治10年2月9日、画系鈴木家村、作画期、明治昭和を晴らし、本名を、まを、加賀金沢に生まれ上京して、鈴木家村に学ぶ。東京美術学校教授を呼び、提出博物館の古文たりし、米国人の笛のろさ、博士の指導を受けて、米国へ売る、課長画を多数描く。古村という画名にて、 両国の大黒屋より依頼の各番課長の版下を描き、大正元年より、小村と改め、肉筆のみ希望せしも、昭和元年より、渡辺版画展の求めに応じ、市として、死の得意とする、課長版画の創作に努力し、大正を取り混ぜ数十番作がせり。古籍の浮世絵版画に、歌丸、正さ広重人志の課長あれども、専門的の課長画家はなく、 版画として、優秀の作は少ない。死の描写は、草木、鳥獣とはことごとく写生に基づき、さらに美化したるものゆえ、室内の装飾品に、最も適応せりただし、この記述には二点、問題がある。上京して、鈴木家尊に学ぶとあるが、家尊は八百八十九年から九十三年に、かけて、石川県立工業高校教授に着任しており、 十代前半の子孫は、金沢で、カ孫に支持したのではと、森山悦野は仮定し、エーミー・レーグル・ニューランドも、カ孫の離人後死に従って上京したとしている。小池茉子は、子孫が、工業高校に在籍した記録が見つからない点から、1882年に、父・タメノリが亡くなったことにより上京して、その後に、カ孫に支持した可能性も考慮すべきだろうとする。 死の描写は、草木、鳥獣とはことごとく写生に基づきとあるが、ニューランドは、鳥類の解剖学上の不正確さを指摘している。カソンからコソンの語をいただいた後、1899年から1903年に、かけ、公募展に、計8回、肉筆がすなわち絵画で応募している。そのうちの4回で、二等報章を得ているが、 1902年の第12回絵画協振会の場合だと、2等、法相受賞者は65名、その上の1等法相は24名、さらに上の同輩は10名、銀牌は10名もおり、日野原に言わせれば、あまたいる画家の中に埋もれた存在でしかなかった。また1903年には、高橋哲太郎、海洋神秘論にて、表紙、冊子絵を担当し、 冒頭見開きでの荒海の中のほぐねずには、古そ楽観が記される。高橋は序において、青年画家中におって、善と有望の聞こえある小原小村君と記すが、前述した、日野原の、渦漏れた存在や、小池も、展覧会での評価が見出せないと指摘している。1899年には、フェノロサと出版社主催による、ニューヨークでの展覧会で、 古村作品が紹介される1901年より、版画開始としての活動が始まる。小林文七の版元より、課長画像を反抗。1904から5年には、田野絵師同様、日露戦争の戦闘場面3枚続き作品を3点、残しているが、版元は不明である。 1906年から1912年頃にかけて、秋山武右衛門の国慶堂と、松木平吉の、から、課長画を反抗した。前者では、シルエットを生かした水辺の光景などを描いた。後者に関しては、長田誠二が、M 四六と名付けた資料を紹介している。東京両国、松木平吉明治45年まで、 未出版なし販売品の主なる品記憶のまま、書き付けおく霊古損格版景色注文だけなりを、くすりらず1枚10銭霊古損格版1枚7銭、霊古損当長版1枚20銭霊古損大版1枚50銭、太平、毒オつリユルマンより、注文特約品と竹より注文にて非売品霊、古損長版のうち特約品反抗手数の多さや、 ドイツからの特注品があったことがわかる。彼の下絵は、江戸時代の浮世絵のように、半下の輪郭線だけを描き、それに色指定をするのではなく、日本画の、本画同様、絹地に着彩したもので、それを出版写真で撮影し、現像後、入材面をガラス板から剥がし、それを半木に貼って掘り出した。浮世絵試伝では、大正元年より、小村と、改めとあるが、 大正年間の小村に行く筆がは数点しか確認されていない。1926年頃から渡辺小三郎の反元から小村名義で反抗を始めた。また、昭和初期には豊村豪で川口商会と堺高古堂との合同反元からも反抗した。小村から豪を変えたのは渡辺小三郎への義理を重んじたからとされる。明治期の大国や、 国慶道からの反抗は、浮世絵師伝及び、M 四六に見られるように、各半もしくは、横幅が狭い短冊版が多かったが、昭和期の渡辺版、川口、堺合同版ではもっぱら大版で反抗された。明治期に、短冊版が多く出たのは、広重及び、北斎の課長画が,が、短冊版で多く反抗されたことにならったのだろうと、日野原はみなす。 キツネ版画の作品数は、およそ550点と、ニューランドはみなしている。国内でのまとまった所蔵先は、もっぱら輸出用だったためもあり、遺族所有分、藤掛静谷急蔵の東京国立近代美術館と、200点強を所蔵する、原安三郎コレクション、そして原画や試しすりを所有する、版元の渡辺木版美術がほとんどに限られる。 国外では1940年に訪日経験のある歌唱ロバート・ムラーが移動したアーサー・ M ・サックラー・ギャラリー、ボストン美術館、大英博物館などに所蔵されている。国内での最初の大々的な展覧会は1998年の平木浮世絵美術館である。その後、2018年には茅ヶ崎市美術館、翌2019年には大田記念美術館、 2020年には山口県立おはぎ美術館、浦上記念館で展覧会が開かれ、関連書籍に雑誌特集も発刊された。国外で最初に開催された古村展覧会は1975年のシカゴ美術館である。ありがとうございます。